そうだね、本当にこれがあってこそのまさか人生なんじゃないかな。でウォーミングアップで出た時どうだった、あのこう隙間のない人たちの特にキーパー先に出るじゃない、うんうん、まあやっぱ超満員だったけど、うん、まあおかげさまである程度そういう中ではやっぱ慣れてたから、うん、まあ、だからもうそういうのをこうプレッシャーとか気負いっていうよりももう力に変える技っていうのをもう自然に知ってたから、うん、よし石頑張ろうぜみたいな今日最後の、うん、大事な試合であんまりボール触ってないって結構逆に嫌なもんだったじゃん。もうやっぱりね、うん、そっちの方が逆に怖いし、うん、まあ、夢中だったから試合のなんかどんな試合だったかっていうのはもう覚えてないんだけど、うん、でもその会場の一体感とか歓声とか、うん、そういうのは方が逆に覚えてて、うん、でまさにやっぱ夢の中で夢中になって夢の中にいたから、うん、試合終わった後の方が、うん、その解き放たれた感じで覚えてるっていうか、うん、あの勝手に胴上げ、それまで胴上げ始まっちゃって俺遠いところにいたからやめてもっと後にしてとか思いながら行けなかったの覚えてる。あ、そうだったんだ、うん、あの時のチームっていうのは今考えると凌介の方はどんな風なチームとして残ってるの。ドリームチームでしょ。ドリームチームみんな個性あったもん、すごい ね。確かに個性あったね。まあ、この10年経ってからの活躍ぶりもすごいからね、皆さんみんなね、うん、やっぱそのいうメンバーが、うん、あの当時選手で一つになってたっていうのもそうだし、その中で若い時に一緒にやれたっていうのはすごい俺にとって財産だしね、今、うん、目指していくところですよね。うん。